はい、どうも皆さん、こんにちは。キャプテン翔太です。今回もいつもと違う動画を撮ろうと思って動画を回してます。まあ、いつも違うんですけどね、今回なんか、お家に変なものが届いてます。この FedEx って書いてるのは海外の郵送会社なんですよね。だから海外からなんか届いてるんですけど、なんでしょう。なんだろう。ちょっと、パソコンの前に持っていって開けていきたいと思います。はい、ということで、こんな感じです。俺の予想、海外ってことはいつもエピックさんなんですよね。エピックゲームズさんから何か届いたに違いない。いや、アマゾンなんか買ったっけな。買ってないからエピックさんなんですよ。気になるよね。もしかしてお年玉、エピックゲームズさんが、キャプテンショータが今年よく頑張ってた、はい、お年玉っていうことで送ってくれた可能性はなきにしもあらずです。柔らかいんだよね。開けていく。そんな もったいぶってこの動画を10分とかにするつもりありません。もうパッと開けて中身ミスってしまいます。どうやって開けるんだこれ。準備はいい。え、フォートナイト、ナルト疾風伝って書いてある。ちょっと逆になってますが、ナルト？ナルト？ナルト？なんですかな、ナルト？手紙も書いてある。内容としては、簡単にまとめると、フォートナイトとナルトがコラボします。キャプテン翔太に特別なギフトです。今年はよく頑張りました、ありがとうございます。服だ、服ですね。ありがとうございます。ちょっと着てみます。着てみましょうか。おお、こんな感じです。かっこいい。どうよ、いい感じ？赤くてすごい色の赤。忍者の道を探せって書いてある。エピックさん、ありがとうございます。嬉しいです。2021年、エピックゲームさん本当にお世話になりました。ありがとうございます。2022年も、エピックゲームさん お願いします。いっぱいいろんなものお願いします。ありがとうございます。いや、嬉しいな。まあ、ちょっと短い動画ですけど、ちょっと報告動画って感じです。嬉しい、イエイ。皆さんもナルト買いましたでしょうか、スキン。僕たちがプレゼント企画で何人かにね、スキンをあげた気がします。ナルトのスキン持ってるよって方は、ぜひとも高評価とコメントを教えてください。どんぐらいの方がナルト買ったのかちょっと気になります。フォートナイトナルトって書いてある。いいね、これ赤くて。ありがとうございます。嬉しいです。最後に、今年最後にエピックさんから素敵なプレゼントをいただきました。嬉しいな、ありがとうございます。ちょっと配信とか動画でもね、これを着てやっていこうかな、たまに。はい、という感じの報告動画になりました。報告動画だからね、あまり長くみんなの時間取るつもりはありません。パパッと終わりにしたいと思います。最後まで見てくれてありがとうございました。最後まで見たよね、さすがに。ありがとうございます。来年もよろしくお願いします。愛してるよ。バイバイ。そして明けおめ。